今日午前10時50分ごろ、松江市東津田町の国鉄山陰線の新田踏切で、岡山発出雲市行きの下り特急やくも1号が日本通運の大型トラックと衝突しました。全しました。特急電車には帰省客ら110人余りが乗っており、このうち降りて動けなくなったものとみられています。18人の乗客と電車の運転士、それにトラックの運転手、さらにトラックの荷台が近くの住宅に飛び込んで巻き添えを食った子供1人の合わせて20人は、踏切の中に入った大型トラックが前後に車が使えて止まったところへ着急し、上り下りの交互運転によって今夜の夜行列車は全て運転される見込みです。